やっぱりもう少し効率化を図るべきよね。じゃないとあいつの負担が大きすぎるもの。放っておくとすぐオーバーワークするんだから。問題は実現方法だけど、今ある機能じゃ無理ね。根本的に考え直さないと。確か新しい研究が発表されてたような。あ、これこれ。へえ、勉強しがいがありそうね。あ、オーナー、来てたの？これは、ううん、仕事中じゃないわ。ちょっとした日課ってところ。いつもしてるのかって。当然でしょ、勉強は学生の本分なんだから。日頃からやっておかないと周りに置いていかれちゃうわ。何よその顔。あんたも私を天才とか思ってた？そんなわけないでしょ。飛び級してるのだって努力の結果よ。え、自分も頑張らなきゃって。どうしたのよ急に張り切っちゃって。だいたい頑張るって何よ。私のサポートならこれ以上はいらないわよ。っていうか私が助けてる方が多いんだし。確かにって。分かってるならちゃんとしてよね。まあこうやって話してくれるだけでも。変な意味じゃないわよ。ただ飛び級して勉強ばっかりだったから、こういうプライベートな会話できる人いなくてね。なら作ればいいって。なんでそうなるのよ。そういうのって努力するものじゃないし。正直プライベートの関係って苦手だし。やってみないとわからない。パートナーとしてサポートさせてって。わかったわよ。でも一体どうするつもりなの？早速明日の朝待ち合わせ。あ、ちょっと教えなさいってば。まあいいけど。パートナーか。変なやつね。